まあ、やっぱり久しぶりに集まるメンバーが多いんで、まあ、各々成長してますし、そういう刺激っていうのは受けるんで、もっともっと上手くなりたいなと思えるキャンペーンができたらいいかなと思います。まあ、明らかにサンガでプレーする方が多いですし、まあ、サンガでのプレーを大事にしながら、まあ、そこの成長がこの代表につながると思いますし、まあ、今代表のキャンプ中なので、まあ、そこに集中していいプレーしたいと思います。やっぱりサンガからオリンピックに出るというのも非常に大事だと思いますし、まあ、ユースから育ったチームなんで、そこの恩返しという面も含めて、こういう場所に、ずっと居続けられるように、僕自身も成長していきたいと思います。